Black, get your reading on it right there. Okay. Tell me when you're ready. Ready. Okay, lights on. This is the center spot we're looking at now. We're almost the center. Yeah, slight increase. Slight increase there. This is slightly off center toward the 1-2 side. It's a some type of abrasion or something in the ground where the pine needles are all pushed back and we get a high reading about the deflection of 2 to 3, maybe 4, depending on the point of it. Yes. You said there's a positive after effect? Yes, there is definitely. That's on the center spot. There is an after effect. What does that mean? It means when the lights are turned off once we are focused. Got approximately 4 foot off the ground, comes to center of 110 degrees. All right, just turn the meter off. You gotta say that again. About 4 feet off the ground, about 110 degrees, getting a reading of about 4 clicks. Yes, sir. Yeah, but it's dying. No, it's dying. I think it's something other than the ground. I think it's something that's something it's valuable. It's a tree right over. We have spoken to the first night bird we've seen. We're about 150 or 200 yards from the site. Everything else is just deathly calm. There is no doubt about it. There's some type of strange flashing red light ahead. There's yellow. I saw a yellow tinge in it too. Weird. It appears that you may be moving a little bit this way. Yes, it's brighter than it has been. Yellow. It's coming this way. Also, it is definitely coming this way. Pieces of it are shooting off. There is no doubt about it. This is weird. To the left. Yeah, definitely moving. Tape recordings of U.S. military personnel investigating a suspected UFO landing has been released 30 years later. 事件から30年以上も経ってから録音テープに残っていた当日の交信記録が USA の軍関係者によって公開されました。それをまず皆さんにお聞きいただきました。事件というのはシカゴ UFO 目撃事件、フラットウッドモンスター事件と並んで近年になって起きたレンデムシャルの森 UFO 目撃事件です。その事件は1980年12月27日にイギリスサフォーク州で起きました。広島市浜松シティジャパン。今ご覧いただいているのはウィキペディアに紹介されている、レンデムシャルの森 UFO 目撃事件の内容です、日本語版でも紹介されていますので、今日はその記事を朗読します。事件はあったのかなかったのか、イギリスでも最大のといいますか最も注目されているUFO 目撃事件だそうです。ではお聞きください。レンデルシャムの森事件とは、1980年12月27日にイギリスサフォーク州のレンデルシャムの森で起こった UFO遭遇事件である。ホルト中佐から英国国防省への手紙。1980年12月27日午前3時、イギリスのウッドストック空軍基地近くのレンデルシャムの森に正体不明の光体が降下していくのを基地の米軍警備兵が目撃した。3名のパトロール兵が森に向かうと、そこで光り輝く金属製で直径3メートルの三角形の飛行物体を発見した。物体は赤い光と青い光を発していた。パトロール兵が近づくと飛行物体は姿を消した。翌日の12月28日飛行物体が目撃された地点に3つのくぼみが発見された。放射能測定を行ったところ、最高 0.1 ミリレントゲンのベータ・ガンマ量が検出された。
翌日の12月29日には森から太陽のような光が目撃された。光は5つの破片に分裂し姿を消した。その直後、空に3つの星のような物体が現れた。飛行物体は青、赤、緑色の光を放ちながら鋭角的に移動した。物体は楕円形から完全な円形に姿を変えた。物体は 2,3 時間にわたり観測され、時折地上に光を放射しているようであった。一連の出来事は米空軍基地司令官のチャールズ・エル・ホルト中佐を含む複数の人により目撃された。この事件はホルト中佐により報告書にまとめられた。このホルト文書が1983年にアメリカの情報の自由化法によって公開され、ニュース・オブ・ザ・ワールド誌が一面で報じたことにより、初めてこの事件は一般に公になった。ホルト中佐ら基地の関係者たちは、UFO の着陸は公式に認め、宇宙人に関しては否認している。多数の米兵が目撃したことや、公式の報告書が公開されたことから、UFO 目撃例の中では比較的信頼性の高い事件とする見方も多い。英国では最も有名な UFO 目撃事件となった。研究者のブレンダ・バトラーとドット・ストリートはこの事件を本にまとめ出版した。その本、謎のウォルト文書では匿名者による証言が紹介されている。そのうちの一人、スティーブ・ロバート加盟の証言によると、事件のあった森で総司令官のゴードン・ウィリアム将軍が宇宙人と話をしているのを多くの軍人が目撃したという。宇宙船の搭乗員は光の中で修復作業をしており、フィルムや写真も撮られたが、上級将校たちによって没収されたという。後にウィリアム将軍は事件当日にエイリアンがいたことは否定したが、ホルト文書の内容自体は正しいと発言した。もう一人の証言者、ジェームズ・アーチャー加盟によると、森の中には3つの脚を持った3メートルの三角形の飛行物体があったという。物体からは青、赤、白色の光が出ており、飛行物体に近づくと無線機は作動しなくなった。その物体の中にはロボットのような何かが確かにいたとアーチャーは証言している。その物体は森の中を動き回っていたが、やがて猛スピードで飛び去った。アーチャーの証言とホルト文書といくつかの点で食い違っているが、共通点も多い。なお、アーチャーの証言はホルト文書が公開される2年前の1981年に行われている。ラリー・ウォーレン軍曹の証言。事件当日、ウォーレンによれば12月27日ではなく12月30日であったという。緊急出動を命じられたラリー・ウォーレンは森の中で内部が透き通って見える黄色い光を放つ円盤を見たと後に証言した。ウォーレンによると、円盤は空中に静止したかと思うと突然爆発し、金属製でドーム型の UFO に変貌した。 UFO には突起物や機械、翼のようなものがついていた。 UFO の表面には
ウォーレン本人の姿や近づく兵士の姿が映し出されていた。ウォーレンはそこで気を失った。空軍基地でウォーレンは一連の出来事を口外しないよう制約を受けた。しかし電話で知人にこの話を打ち明けたことが発覚し、ウォーレンは除隊処分となった。ウォーレンは UFO から宇宙人が出てきてウォーレンと会談したと考えており、空軍基地でその記憶を失ったのではないかと語っている。後にウォーレンは対抗催眠の状態で UFO のイラストを描いた。ウォーレンの証言は多くの点で他の証言と食い違っており、矛盾点もあることから、その信憑性を疑う声も上がっている。その後の展開。その後の調査から、研究家のブレンド・バトラーらは、政府は軍の最高機密に属する宇宙船の実験の失敗を UFO 事件に仕立てて隠しているとの説を唱えた。2009年になり、ピーター・ターティルと名乗る男性が、あの事件は自分の仕業だったと名乗り出た。しかしその証言の信憑性には、ブレンダ・バトラーを含めた多くの研究者から疑問の声が上がっている。2013年にアメリカで行われた公聴会であるシズンズ・ヒアリング・ディスクロージャー公聴会にて、レンデルシャム事件についての新たな証言が得られたとされる。こうした事件を通して言えることはですね、結局は誰に立証責任があるかということになるわけですよね。つまりこうした事実があるにもかかわらず、否定否定否定する人たちが一方にいるわけです。で、そうした人たちに対してね、いや、いるんだということを、まあ、懸命に、まあ、その私たちは訴えているということになります。で、相手側の人たちはですね、立証責任は私たちにあると言わんばかりに、もう細かいところをついて、あれこれ、あれこれ、まあ、なんて言いますか、言ってくるわけですね。まあ、要するに、立証責任は、君たちの方にあるんだと。だから、完璧に立証しろと。が考えてみれば、おかしなことなんですよね。そうでしょ？なんで私たちに立証責任があるんですか？そして、相手の方たちはですね、どうして、まあ、細かいところまで、まあ、あれこれ重箱の底をほじくり返すようなことを言ってですね、そして一つでも矛盾点を見つけたりすると、完全否定へと持っていくわけです。まあ、随分勝手な話だと思いますね。まあ、要するに、否定派の人たちには、夢も希望もない。まあ、つまんない。頭のコチコチの頭に、まあ、カビの生えたような、人たちだということになります。まあそうした印象をこの事件を通しても私は感じました。バイ。